みんなの日本語第28課5位。パンが売れます。パンが売れています。踊ります。私と踊ってくれませんか。噛みます。犬が私の足を噛みました。運びます。荷物を運ぶのを手伝っていただけませんか。大学に通います。地下鉄で大学に通います。メモします。忘れないようにメモします。真面目な。サムさんは真面目です。熱心な。クリスさんは熱心な学生です。偉い。あの人は偉い人です。ちょうどいい。この服はちょうどいいです。景色。景色が綺麗ですね。美容院。美容院に行きたいんですが、いい美容院を知っていますか。台所。台所で料理を作ります。経験。これはいい経験になりました。力。寒くて力が入りません。人気。このアニメは人気があります。形。この形は日本語で何ですか。色。この色は日本語で黒です。味。これは何味ですか。ガム。ガムある。品物。ここ品物多いね。値段。この店値段高いね。給料。もう給料全部使ってしまいました。ボーナス。ボーナスが入ったら何に使いますか。ゲーム。ゲームしますか。番組。好きな番組は何ですか。ドラマ。このドラマ好きなんです。田中さんは。歌手。この歌手歌が上手ですね。小説。この小説面白いですよ。小説家。将来小説家になりたいです。か。あの人は有名な音楽家ですよ。き。日本は自動販売機がたくさんありますよね。日本に来た時とてもびっくりしました。息子。息子は7歳です。息子さん。息子さんおいくつですか。娘。娘は10歳です。娘さん。あの子が娘さんですか。自分。自分でやってみます。将来。将来が心配なんです。しばらく。しばらく本を読んでいませんでしたから、今日からまた読もうと思います。大抵。休みの日は大抵家で本を読みます。それに。日本の地下鉄はきれいだし便利だし、それに安いです。それで。いつか日本語学校を作りたいです。それで毎日学校で教えながら経営の勉強もしています。お疲れ様でした。